怒涛の後半戦スタートですが、初めからシュールですね。ここで猫さん、実は当たってます。当たってるにもかかわらず、みたいな感じで。ここで場所移動して、またバックウォーター気味のところでですね、ちょっと今釣りしてますが、自分がダウンショットでつけてるのがマイラーミノーのダウンショットですね。ベイトがワカサギということで、もう激似ですよ、これ。これで釣れな、もう今日はアウトですね。猫さん、焦っとりますね。かなり焦り気味の様子です。焦って、でビッグフットラリゴさん、フル虫ですからね。所長、それは今何を投げてるんですか？シーバスルアの邪道の2メーターぐらい潜る身の、うん、変更ですか、猫さん。ダメです、もう完全に。ああ猫だけに猫リグで行きます。ついに猫リグ解禁。釣りに行きますよ。釣りに行ってたんですけど、ね、この間のあれは使ったんですか、あのどうですか、ダンシングの方ですか。ダンシングは、ダンシングまだ奥の手で取っときます。まだノーダンシングで。ノーダンシングで踊れないですよ、こんなんじゃ。ガシャガシャ行ってきます。メンタルいかれた感じですか。いかれました。もう手いかれました。背中が完全に哀愁漂ってますけどね。哀愁の色かなと。何を投げてるんですか。チャタービートです。ダメです。場所が対岸に来てですね、こっからはちょっと気温もだいぶ下がってきて、風もちょっと強く吹いてきてですね、釣りしづらい状況にはなってきましたね、後半は。さあ今日41センチを釣ってる所長にピックアップですね。さあどんな釣りしてるんですかね。多分この時がですね、ちょっと巻いてると思うんですよ。もう余裕こいて多分クランクあたり選択してますもんね。所長の釣りに刮目。所長、かっこいいところ見せてくださいね。ビーン、なんでやねん。ミスったっすか今。お茶目な感じ出しましたね。出しませんか。十分お茶目ですよ。俺は今日一日ヒーローで終わり。ようやったって感じで終わりたい。もう寒いよ。寒いですね。はい、帰った。帰ったよ。次何つけるんですか。前の場所で。やつを仕留めたのですか。いやいや、やつを仕留めたのはもう使わない。一回釣れたやつは使わない。使わない。うん、けどまあ似たような感じ。なんで糸切れたんやろ。マジで。ここのエリア、左側に立ち木がたくさんあるんですけど、僕がそこをラバジでずっと打ったんですけど、反応なしで、
所長がその後売ってるんですけど、もう内心ドキドキで僕逃げちゃいましたもん、その場から。でここのポイントになるんですけど、意外にここ浅いんですよ。水深が多分手前もう30センチぐらいしかなくて、そこからなだらかに下ってるような感じで、自分が今投げてるのがスピナーベイトで、そうですね、障害物があるところをめがけてずっとスピナーベイトを引いてるんですけど、なんでかこの動画見て思ったのが、ちょっと障害物沿いをずっと引けばよかったなーっていうのはちょっと今思いますね。多分もうこの時パニクってます。何してるか多分自分でも分かってないはずですね。これはえー塩辛さん、ここでもバックラッシュですね。もう緊張の糸が切れてる感じですね。これはもう完全ですね。なんか塩辛さんバックラッシュ多いですよね。所長は余裕のピース、ね、これが釣ってる人と釣ってない人の差でしょうね。もう完全に誰か一匹でも釣れたらやっぱ状況俺も変わってくるけど、ね、現段階チャンプですか。ダメだこれ。で自分がここで使ってるのが SR のグリフォンですね。やっぱ浅いっていうので、まあ投げるの分かるんですけど、完全に違いますよね、やってることが。ちなみに自分の後ろの文字ですね、所長からもう完全にゴミっていう文字にされてますもんね。ここで所長が投げてるのはクランクで、もう所長の場合はもう余裕たっぷりでクランク投げてますから、僕とはちょっと違う感じでクランクですね。ここがポイント移動してですね、風裏になるところでやってるんですけど、水が綺麗でもう何もいないのがわかるんですけど、ちょっとウィードが絡んでるんで自分が、シュリンプちょっと投げてますね。ここでも反応がないんですよね。もう打つ手なしです。この後何度かポイント移動を重ねてですね、もうあまりにもシュールすぎる映像とあまりにも釣れない映像が重なってカットされちゃいました。もう次からはちゃんと喋んないとダメですね。こりゃどうでした。本日は本日はどうでした。心の折れる大きな音が2回ほど聞こえましたね。猫さん、ちょっと本日の締めをちょっと。どうでしたっけ。今日ですか。今日ですね。いや、所長釣ったし良かったんじゃないですか。何気にね。何気にですね。いや、本当もう朝どのように日がちょうどここに当たるぐらいの時間帯に、この岩盤に当たるぐらいの時間帯にちょうど多分バスが差してきて、それが多分タイミングで取れたっちゅうだけやるね。でも今も結構当たってるからですね、うん、ここはね多分そのもうちょっと水温がちょっとずつ下がってきて、そう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 、10時ぐらいからずっと日が当たる気、まあ、ただバスがこう垂直に移動するだけやろね、ここですよね。まあしかし疲れたね。疲れましたね。反省会行こう。反省会、はい、終わるかな。
チャンネル登録よろしくお願いします。